皆さんこんにちは、三宅淳一です。それはマイチル桜のようにリバーストライアルエディションの実況プレイをやっていきたいと思います。今回は13回目になりますかね。よろしくお願いします。それでは早速前回の続きからやっていきたいと思います。戻るよ。あ、ここがもう音声流れちゃってるのかな、ということで戻しますよ。そういうことできるからね。はい、バックログね、こっからだ。過去のシーンに戻していいんだな。おお、了解。というわけだ、明日から4連休だが、今配った結果が芳しくなかったものは特に気を引き締め、ハメを外しすぎることのないように。いいな。担任が去った後の訓室は2枠に喧騒に包まれた。俺は手元に広がる肉肉しい紙切れをエアプレーンに変えて窓の向こうの澄んだ青空に投げ放った。5月の風に乗る優雅な翼、俺は口笛を吹きながらその自由な姿を目で追った。よっ、どうだった？ひどいなあ相良くん、今の見てれば聞くまでもないのに。おーおお、言うね。ひどいと言いつつ藤崎はその山彦をも凌駕する会心の笑い顔だ。二人とも手にはたった今返却された保健体育のテスト用紙。あ、テスト用紙か。ねえねえ、あの紙飛行機は何点だったの？人に物を尋ねるときはまず自分からというのが礼儀だろう。うん、一理あるかも。よし。星崎は俺の机の上に自分の答案用紙を叩きつけると、腰だけ折って座ったままでいる俺の目線に顔を近づけた。60点。100点待ってて。発声こそ勢い良かったが、口にした瞬間の微妙な表情変化は桜井くんごときとしのぎを削らなければならない屈辱を如実に表していた。そう、屈辱なんだ。全科目の平均としては上の下ないしは中の上といった位置にいる星崎だから、苦手な補体とはいえ3階級ほど下の俺には負けたくないのだろう。ふん、悪いな、俺は65点だ。ん？なんて読むの？死逆心にも似たプライドでいいのかな。真実に20点ばかり水増しさせた。それなんでそういう嘘つくのさ。ありえない。ありえない、俺もありえないと思う。虚偽の報告は一瞬にして看破されたかされたが、俺の平常心は少しも見られなかった。何しろ証拠物質はすでに窓の向こうの澄んだ青空だから、今となっては藤崎の異議も一つの仮説にしかないで言えない。嘘だ、ありえないよね。正直に言っちゃおうよ、嘘っ子でしょ。嘘っ子言おう。女の子、嘘っ子いいですね。負け犬の遠吠えは自らを貶めるだけですよ、星崎さん。俺は椅子の上にふんぞり返り、星崎の手を蹴散らして机に自らの長い足を置いた。さあ次の相手は君かな、相良くん。空想ワイングラスを揺らす俺の手に山彦が自分の答案用紙を乗せた。いやいや、申し訳ないが相手にもなりませんよ、桜井くん。ん？何？88点？今にも光を発散ばかりの答案。ん？光を発散。多分おかしいと思う。俺は驚愕の叫びを上げていた。発散ばかりの光を発散ばかりのであってんのかな、多分ね。うん、くしまった、こいつ補体だけは
鬼神のごとき強さを誇るんだった。クソ、さすがはアルクセイ教育、鬼人だ。答えだけは鬼人のごとき強さを誇るんだった。クソ、さすがはアルクセイ教育。あのね、人をいやらしいだけが取り柄みたいに言うなよ。俺違うの？よく見てみろ。今回のテストに生殖系の問題なんか出てないぞ。人体の構造とか食物の栄養価とかじゃないか。相良山彦の隠れた才能を掴んでいるその手が旋律に震え、俺は言葉を失った。受験に関係のない科目とはいえ、この男にだけは。えっ、ああ、オロは手の中にあった謎の紙片をくしゃくしゃに丸め、窓の向こうの澄んだ大空に投げ放った。この勝負、どうやら痛み書きのようだな。だって今明らかに相良くんの圧勝だったじゃない。あれ、そうだっけ？証拠が残ってないから何とも言えないな。言えないや。ずるい。やっぱり私の時もそうやってウソっ子の点数言ってたんでしょう。ウソっ子いいね。うるさい、60点ごときの低能は口を開くな、呼吸をするな。うわ、バカが映る。キャー、助けて。牛崎は唇を噛んで俺を睨んでいたかと思うと、うふふ、突然規制を上げて自分のテスト用紙をぐしゃぐしゃ丸め、窓の向こうの澄んだ青空に投げ放った。どういうそんなのありえない、見たことないぞ。音楽生時代、そして涼しい顔でにっくり微笑む。60点、やだ、もう見間違いじゃないの？ありえないよ。うん、1パーたりともありえない。だって私100点だから。今となってはお見せできないのが残念だけどね。強いな この野郎、なかなかダイナミックな技を使えるじゃないか。それなら俺は120点だ。実は答案用紙の裏に隠されたボーナス問題があったんだよ。お見せできないのは残念だけどな。私なんかオーラスのミリオンチャンスに正解したから本当は100万点だもん。どういうこと？お見せできないのは残念だけど。見たかったわ。ぬるいな。俺なんか教団の裏のシークレット問題に気がついてアメリカ留学だぞ。お見せできないのが本当に残念だがな。まあ、二人とも。たかが小テストでそこまでインフレ起こさなくてもいいじゃないか。本当だよね。ねえ。いや、江頭さんからもなんか言ってやってよ。あれ、暗い顔してどうしたの？むずへんね。江頭は静かに立ち上がった。と思うと、突然規制を上げて自分のテスト用紙をぐしゃぐしゃ丸め、窓の向こうの澄んだ青空に投げ放った。八重樫さんも思わしくなかったんだ。92。やな女。92? そんな人知を超えた点数を獲得しておいてなお不満があるのか。何者だこいつ。八重樫は立ち尽くしたままうつむき、しばし肩で息をしていた。しかし次に頭を上げた時、その表情は前向きな活力に満ちていた。全員放課後の予定を空けておくように。え、なんで？連休前にこのウサを晴らす。よってカラオケに行くぞ。ちょっと言ってるのわかんないですけど、なんだそれ。賛成。なあ、俺もマイトも行くだろ。いやー、カラオケ行ったよね。もう自分もそうだね、高校生の頃とかってよく行ってたかな。ああ、
カラオケか。どうするかな。付き合う、断る。相手歌いそうになかった。男悪い、俺パス。なんで。いや、今日はいろいろとあってな。付き合い悪いぜ、マイト。またファイアウォールか。そういうんじゃない、別の機会に誘ってくれ。いい、ノリの悪い奴は置いて盛り上がるぞ、皆の者。我に続け。俺は校門までサンバカと行動を共にしたものの、その後は枠に入れて一人家路に着いた。明日から連休か。別に予定はないけど。はい、5月6日祝日ですね。インスタントラーメンの完成を待つ3分の間、一切ならず、無意識のため息がこぼれた。惰性でつけっぱなしていたテレビの中では、壮年の男性キャスターが帰省練習のピークは峠を越えたと全国のお茶の間に伝えている。明日からまた学び屋を往復する日常が始まる。交通情報とは無縁のまま、俺の黄金週間はそっと終焉を迎えようとしていた。それでは山本レポーターを呼んでみましょう。山本さん。画面がスタジオから国内線の空港ロビーに切り替わる。こちらはそれぞれの余暇を過ごされてきた方々の姿でにぎわっております。ちょっとお話を伺ってみましょう。すいません、この連休はどちらで過ごされましたか。はい、昨年そうです。オラカップの蓋を切り離しながら、画面の中の女レポーターに愛想よく答えた。まあ、そんな遠くまで。うわー、いいですね。羨ましい限りです。遠くないの、ゼロ距離。しかし女は俺の言葉に耳を貸さず、まるで別の人間と話をしているかのようだった。お食事は何を召し上がりましたか。カップ麺を少々。あら、なんて豪勢な。ちょっと皆さん、お聞きになりました。せっかくのゴールデンウィークですからね。俺はずるずる音を立てて、その豪勢だと言われた味気ない麺をすする。口の中いっぱいに虚しさが広がった。ふん、遥かなるリゾート地で豪勢な名物料理だと。そんな余暇の過ごし方は邪道だね。俺のように文字通り暇を余してこその余暇というものだ。休日というのは本来疲労の蓄積した体を休めるためのものじゃないかな。ためのものじゃないか。何を好き好んで南の島訓練まで飛んでいって疲れを溜め込まねばならんのだ。そんな水凶なことをするやつは頭がおかしいんだ。きっとテストの点数も一桁に違いない。俺は皮肉に顔を歪めながら、ブラウン管の向こうでレポーターと対話しているアホ面を冷やかしのつもりで注視してみた。ガッ、画面に映ったその見覚えのある天才面に、俺は思わず口の中の麺をぶちまけてしまった。やえらしい、何故やつがテスト一桁どころか三桁の人間じゃないか。失礼ですけど、学生さんですか。いえ、モデルです。飛び出した嘘800に今度は貴重な燻製煮卵まで吹き飛んでいく。まあ、道理でキュートなお嬢さんだと思いましたわ。やだ、そんなことないです。なんなんだこの茶番劇は。カップと割り箸を握る手が我に知らず震えた。映画師の後ろで微笑んでる高級スーツにインテリメガネのおじさまは多分やつの父親だろう。あんたもニコニコ笑ってないで、娘のザレ事を止めてくれ。他の家族の姿は映ってないけど、この一家はみんな子よなのだろうか。八重樫の血筋、恐るべしだ。
それでは仕事仲間の方に何かメッセージがあればどうぞ。マイト君見てる？名前呼ぶんじゃねえよ。うわ、とうとう器ごとひっくり返し、あたりは汁びらしになった。せっかくの休みなんだから、家でテレビ見ながらカップラーメンなんか食べてちゃダメだぞ。元気よく外の空気を。ブツ、やかましい。充電源では飽き足らず、俺はコンセントを引っこ抜いてその三文芝居に幕を下ろした。青空には頂点をやや下った太陽、閑静な住宅街には三輪車に乗ってはしゃぐ子供の姿二つ見えるだけだ。俺は暇人どもの賑わいを求めて繁華街へと足を運んだ。おお、いるわいるわ。花の連休だというのに、このちっぽけな街から出られずにくすぶっている暇な連中が。お前が言うな、あのカップルなんかいかにも金がなくてどこにも行けないって感じだ。俺と同レベル、ざまあ見やがれ。ごめんな、どこにも連れてってやれなくて。ううん、いいよ、マー君と一緒ならどこだって楽しいもん。来年はハワイでも行こうな。なんでそこからハワイなんだよ。お金がもったいないからいいよ。私はマー君がいてくれればどこだって。同じ残留組なのに何か俺とは決定的な違いがある気がするのはなぜだろう。くそ、いまいましい。つがいはダメだ。もっと身も心もみすぼらしそうなロンリーウルフをウォッチングして傷口を癒そう。いた。おい、そこの寂しいロンリーウル。ゲー。俺は口をつぐみ、とっさに背を向け、人混みに紛れる。ち、あの野郎、こんなずるかよ。心中で友人との、ん？英傑なんだろう、誓いながら、俺は逃げるように桜通りをズンズン突き進む。難しいなぁ。くそ、どいつもこいつも、光り輝く青春を過ごしやがって。いや、羨ましくなんかないけどね。本当だよ。嘘でしょ？本当です。覚えのある声が耳に飛び込んだので、俺はつい叫び返していた。よっとしている見知らぬ通行人の肩越しに見知った顔は二つ、にぎわう街に踊っていた。青葉ちゃんと雪村だ。映画でも見てきたのだろうか、劇場から吐き出される人並みに混じった春色の姿はいかにも年頃の女の子らしい躍動感に満ちて見えた。本当だよ、あの俳優さんはもう2回離婚してるんだよ。そうなんだ。よくスキャンダルも流れてるし、ああ見えて意外に私生活はだらしないんだよ。それ…あ、ごめん、ごめんなさい。こういう時にバックログですよ。過去のシーンに戻るけど。了解。よくスキャンダルも流れてるし、ああ見えて意外に私生活はだらしないんだよ。それなのに、すべての愛し合う恋人たちへ、とか言っちゃって、しゃらくさいよね。青葉ちゃんは、あどけない表情で、シビアな意見を口にしていた。多分、しげさんの受け売りだろう。あの人、スポーツ新聞を愛読してるから、芸能事情には詳しいんだ。この後ろのサメサメサメ、気になるね。現在上映中。ねえ、お姉ちゃん、どうして男の人は結婚しても浮気できるのかな。男とは限らんでしょ。私は男の人じゃないし、結婚もしたことないからわからないよ。浮気するぐらいなら結婚しなきゃいいのにね。それはそうだよね。多分結婚するときは浮気しないつもりなんじゃないかな。春爛漫な昼下がりに無邪気、邪気のない笑顔でなんて会話をしてるんだこの子供は。この娘どもは
女同士だとこういうもんなのかな。俺はそんな二人に、ああ声かけときましたね。いやあ諸君ごきげんよう。え？わあ先輩。うわあ本当だ。俺が声をかけるとまるで芸能人らを見かけたみたいな二人の感性が返ってきた。なんか泣けるな。落ち着きなさい娘さんたち。お兄ちゃん何してたの？実はこの連休を利用して欧米諸国を視察してきたんだがね。何、空港からの道すがらに君たちを見かけたもので失礼ながら今の会話を聞かせてもらっていたのだよ。聞かないでくださいよ。青葉ちゃんは無反応だが雪村は少々慌てていた。ちなみに欧米諸国云々に関しては両者とも軽く聞き流したご様子だ。じゃあお兄ちゃんに質問、どうして浮気するの？こらこら、お兄ちゃんは浮気なんかしないぞ。先輩の場合はまず本気にもならないですからね。時うるさい、山彦みたいなこと言うな。あー山彦といえばそういえばこんな話を聞かされたことがあったな。九段の男が熱く語ったトピックを俺は二つ並んだ青い果実に解いてやる。動物のオスというものは元来種の繁栄のためにより多くの子孫を残そうとする習性がある。中でも哺乳類は一個体から一個体が産み落とせる数に限度があるため、一説によるとなるべく多数のメスと交わろうとする本能が備わっているらしい。相良山彦曰く浮気とは偉大なる DNA がもたらす王者の資質なのだそうだ。へえそうなんだ。それじゃあ仕方ないね。勉強になっちゃったよ。仕方ないと思ってくれちゃったんだね。いいね。本当に分かってるのかなおばちゃん。しかしまあ休日の真っ昼間に往来で何の話をしてるんだろうな俺たちは。雪村は俺を訓じた勲章な学説にも全く興味なさそうに俺の袖をぐいぐい引っ張る。今から二人でシャルルマーニュへ行くところだったんですよ。さあ先輩もご一緒しましょう。俺も忙しい身だからな。どうしようかな。行こうよお兄ちゃん。お兄ちゃんがいた方が楽しいもん。まあそこまで言ってくれるなら行こうかな。行こうよお兄ちゃん。お兄ちゃんがいた方が楽しいもん。俺も忙しい身だからな。どうしようかな。納得いかないよ。俺たちはウェイトリスに案内されていって賑わう店内の真ん中あたりに席に真ん中あたりの席に腰を下ろした。当然ながら八重樫の姿はない。今頃はトランクを転がして家族と空港を出たあたりだろう。俺たちはそれぞれの料理が運ばれてくるまでの間楽しいゴールデンウィークのあり方について思うところを語り合った。そして行き過ぎたリゾート建設とそれに伴う贈収賄問題にまで話が及んでしまい収拾のつかない予感が漂ってきた頃、ようやくランチがテーブルに並べられた。俺はキノコのリゾット、雪村はカルボナーラ、そしてアーバちゃんはストロベリージャンボパフェ、かっこデザートじゃなくてメインディッシュらしいだ。それぞれのメニューには各自の選択したセットドリンクも付随している。私喫茶店に初めて入っちゃったよ。アーバちゃんがなぜか声を潜めて俺たちに耳打ちした。これで私も大人の仲間入りしちゃったよ。カグラちゃんに自慢しちゃおうっと。もうでもシゲさんなんか連れて行きそうな気もするけどね。そういえばアオちゃんぐらいの年ならファーストフードとかスーパーのイートインコーナーは定番なのかもしれない。喫茶店なんて俺は子供の頃から母親によく連れてこられてたから特別な意識はなかった。でもアオちゃんから見ればこんな騒然とした店内でもアーバンなに
アーバンな非日常の世界なのかな。おめでとう、アボちゃん。今夜は赤飯だね。そっか。じゃあ帰りにもち米買っていかなきゃ。顔をほころばせているアボちゃんの横で、雪村はなぜか頬を染めてうつむいている。ふん、かまととぶりやがって。まるで俺が痛いけな少女にセクハラまがいの冗談を言って喜んでるおへにつだよみたいじゃないか。違うのか。あったまきた。こうなったら本当のおへにつだようになって、お前を困惑の海に突き落としてくれる。ところで雪見田くん、君はどうやって子供ができるか知っておるかね。雪村はあたりに響く声を張り上げてしまい、すぐに口元を押さえて恐縮する。なんですか突然。いつものようにあたり触りのない回答を軽くいなすことも忘れ、雪村は赤くなって困惑の海に溺れた。おお、これは面白い。雪村にこんな弱点があったとは気づかなかった。どうなんだね、チミ。わしは知っとるが、わしは知っとるか知っとらんかを聞いておるのだよ。知りませんよ、そんなこと。視線をそらして、ボソボソとうめくようにつぶやく。知らない奴がそんな反応するわけない。知らないの？その年で？嘘だ。響き渡る俺の声にフロア内の客や店員が首を向ける。先輩声が大きいです。雪村のやつ、錯乱して実家の鉛が出てるべや。仕方ないな、それなら教えてやるよ。いいか、お花さんにおしべとめしべがあるだろう。人間もそれと同じようにだな。そうそう、質に陰茎を挿入するんだよね。何言ってるんだよ、でっかい声で。恥ずかしいな、雪村。今の私じゃひどすぎるだろ。それはひどいぞ、マイト。店中に白い視線を浴びて、店中の白い視線を浴びてうろたえる雪村の耳を引っ張って、俺は小声で囁いた。ひどいやつだな、お前。アオバちゃんかわいそうだと思わないのか。だってじゃない。しかしながらでもない。アオバちゃん、保険の教科書で仕入れた知識をよく画家にもしないまま口にしてるだけなんだぞ。それに比べてお前はどうだ。失礼なお下劣だようですね。雪村だって足跡一つない雪の原のように純潔ですよ。そうやって自分一人が無傷でいようとするのか。お前はそれでいいかもしれない。だが、アオバちゃんの輝かしい未来を汚す権利は誰にだってないんだ。雪村の輝かしい未来も汚さないでください。いや、お前の未来は汚れこそふさわしい。納得いかないよ。というわけで、俺は背筋を正して声を張り、雪村の頭を掴んで抑え込んだ。皆様、昼日中からこの淫乱肉奴隷がお騒がせして失礼しました。どうぞお食事の方にお戻りください。誠に申し訳ありません。申し訳ありません。雪村は自暴自棄になって、意外にしっくりと腰を折った。よし、よくやったぞ雪村。これで一人の長女を誤った道から救い出すことができた。元はといえば、先輩が妙な話題を振るからいけないっしょ。珍しく雪村は立腹気味だ。お姉ちゃん、私なんか間違ったこと言った？間違ってない。しかし、青葉ちゃんに泣きつかれて腹を立てる間もなく、再び困惑の海に溺れている。俺は知らないふりをしてそっぽを向いて口笛を吹いた。あ、出入り口に山彦が立っていた。さっきの女も一緒だ。学園のやつだろうか。ちょいと仲良さげだ。
別に山彦が異性と休日に二人でなんてシチュエーションは珍しくもないんだけど、見るたびに相手の顔が違うってのはいかがなものか。他人のことをとやかく言う前に自分が真っ当な恋愛をしろと俺は言いたい。言わないけど反論は容易に想像できるからな。俺は何も見なかったことにして視線を正面に戻した。あっ、その瞬間俺の喉から驚愕の叫びがほとばしった。俺の愛すべきリゾットが、レモンスカッシュが、ミネラルウォーターが、全て尋常ならざる赤みを帯びて無残な姿に感激発していたのだ。俺はその紅茶ではない紅茶色の物体を目の当たりにして困惑の海に溺れた。雪村、何のつもりだ。俺はリゾットの中に埋没していた見覚えのないティーバッグを上空に引き上げた。茶葉の詰まったろ紙からボタボタと赤い雫が垂れ落ちる。いえ、雪村は何も。雪村は神妙な顔つきで静かにかびりを振った。それは一瞬の出来事でした。イギリス本国の茶条例に異を唱える植民地人の一団が現れたかと思うと、次々に積み荷の茶葉を海に投げ込んだのです。シンクに染まるボストン港、これぞ世に言うボストン茶会事件ですね。ほう。で、その植民地の方々はどちらへ消えたのだ。蓋を開けて雪村のティーポットを覗くと、当然のようにティーバッグは入っていなかった。今頃は大陸会議を開いて本国に抗議しているはずです。これが受け入れられなければレキシントンで武力衝突が起こることでしょう。なるほど、アメリカ独立の背景はよくわかった。ありがとう雪村。草葉の陰でワシントンも喜んでいることだろう。赤サビ色の液体を俺は喉を鳴にして一気に飲み干し、音を立ててグラスを置いた。なかなか生きるじゃないか。これぞ自由と平等の鍵、そして近代民主政治の味わいだ。俺が爽やかに微笑むと雪村はわずかに唇をかみしめた。しかしすぐに笑顔を作って俺に真っ向から対峙する。その横ではアオバちゃんは無邪気にパフェを頬張っていた。かわいいね。はい、というわけで今回はこの辺りでおしまいとしたいと思います。それでは次回を楽しみにしていてください。バイバイ。